オーシャンカラーシーンは、イギリスのバーミンガム出身のロックバンド。スモールフェイセスやトラフィックに影響を受けたサウンドで、1990年代から活動。また、ポール・ウェラーの弟分バンドとしても知られる。1989年、サイモン・ファウラー、スティーブ・クラドック、デーモン、ミン・ケラ、オスカー・ハリスンの4人で結成。1990年にシングル。 スウェーデ、インディーズからデビュー。1992年にフォインタナレコードから、ファーストアルバム、ブルーディープオーシャンを発表するが、ヒットには至らなかった。90年代前半には、オアシス、ブラーなどに代表される、ブリッドポップのブームに乗ることができた。彼らは、アイランドレコードに移籍し、1996年発表の、セカンドアルバム、モーズリー・ショールズが、 前衛に翌年発表のサードアルバム、マーチング・オール・レディが、前衛1位のヒットとなった。しかしその後は、ブリッド・ポップの終焉で、人気も下降また、1998年に、サイモンが、それまでプライバシーとしてゲーであることを、公表していなかったが、大衆誌が彼がゲーであると暴露した。2003年にはデーモンがバンドを脱退し、スティーブとオスカーが、 ベースも兼任する形で2005年に、ア・ハイパー・アクティブ・ワーク・アウト・フォー・ザ・フライング・スクワッドを、自主レーベル、モーズリー・ショールズ・レコードから発表。それからアンリー・ベネットとダン・シーリーを加えて5人編成となった。最新作は2010年発表のナインス・アルバム、サタデー。ポール・ウェラーは、オーシャン・カラー・シーンの、モーズリー・ショールズ、ワン・フローム・ザ・モダン。 アハイパーアクティブワークアウトフォーダフライングスクワッドにゲスト参加。スティーブは、ポールのワイルドウッドにゲスト参加し、その後もたびたびポールをサポート。デーモンもたびたびポールをサポートした。オーシャンカラーシーン脱退後も、スティーブと共に、ポールのツアーに帯同したデーモンは、元スタイルカウンシルのミックタルボットと共に、プレイヤーズというバンドでも活動。 オーシャンカラーシーンの4作目、1、フロムザモダンの日本版 CD には、ザジャムのカバー、カーネーション収録。ありがとうございます。